まあ、かつてこのスタジアムのこのカードで共に優勝したことがあるというそういうカードでもあります。2005年2列目にウェルトン、坂本、山下、前線に宇佐美という配置になります。トップになります。ベンチにご覧の面々です。田辺、セサル、アイダル、山内。 J1 終盤の第34節、川崎フロンターレガンバ大阪、前半が始まりました。後方からガンバは前線のウェルトンに長い球を当てます。山下には合いません。右から半田が拾います。半田陸です。中に入れました。ダワン、反転、坂本踏み込んで打ちました。これはゴールキーパー弾きます。そして坂本選手の、ね、はい、立ち位置。さてこのコーナーが落ち着いたところで田中さんにも見どころを伺いたいと思います。さあ低いボール外側まで伸ばしてきました、うん、最後宇佐美右足のフィニッシュ。右のセンターバックは中谷です。そして鈴木徳馬、ダワンのワンタッチ、背後を使います、うん、さあ踏み込んでゴール前にウェルトン、背後をついたガンバ、先手を取ったガンバ、最後ウェルトン右サイドアタック完結。立ち上がり7分、アウェーのガンバ先制です。この選手も落ち着いてましたし、まあ、あとはちょっと真ん中、ただ佐々木がこれを拾った。佐々木が打ちました。まあ、それとこの組み合わせも何か特徴があってって感じです。そうですね、ゴールっていう、お坂本のパスから山下スピードスター、前宇佐美ナイスキーパ ー坂本の球出し、立花田へのパスです。サンウェル・メスケルケン、マルシーニョ入れたチャンス、おっと後ろから来ました山田。体のぶつけ方みたいのはある程度こう頭に入れて戦っていると思います。マルシーニョ来た、鈴木のクリア、岸本キープ、流れたボールこの位置から打ち、瀬川シュート、これで前半終了の笛が鳴りました。立ち上がり7分、ベルトンの一発、アウェーのガンバリードの折り返しです。さあ山下主審が笛を吹きました。後半の開始です。後方から角度をつけて佐々木が長い球を入れます。また宇佐美左足で打ちました。ちょっと川崎の方は変えるタイミングはあるかもしれないですね。さあショートで動かして山本、外側まで伸ばしてきた、こぼれ球はしのぎました市森。2トップが変わります。エリソン、山田に代わって小林、家永で、マルシーニョのところに山内で、遠野が瀬川に代わって入ってますので、どうでしょうね、これがだから立花田がずれるんですか。立花田選手がおそらく右サイドバックに入って、はい、脇坂選手が中盤の底。さあ伸ばした、中谷のヘディング、宇佐美打つ、コースを変えに来た、外側まで伸ばして遠野抜けた、踏み込んで入れた、こぼれ球は打てるか、山内打った、決定機でした川崎。じゃあポイントになって、はい、そこから斜めに入って逆サイドと、そういう意味でサイドっていうのは一つポイントですね。胸トラップ、家永パス、遠野上げた、小林、追いついた、追いついた、背後に入るんですよね、はい、ここでこのリズムで攻撃されたことでちょっと守備が脇坂、戻した、うん、山本のシュート、真ん中で三藤、ここで山下主審、試合終了の笛を吹きました。先手を取ったガンバ、しかし切り札小林で追いついた川崎。